いつもご視聴ありがとうございます。玄関にいるんですけど、このダイソーのですねスーツケースカバー、これがね1個買ってみてすごい良かったんですよ。ゴミ袋でもいいかなと思ったんですけど、やっぱりね断然こっちが良かったですね。サイズがね3つぐらいありまして、これ結構大きなスーツケース用、28インチ用ってことで、うちにあるスーツケース、これがまさにぴったりで、もうちょっと、もう一回り大きいやつでもいけそうですね。一つ試しに使ってみて、よかったらもう一個買おうと思ってて、すごく良かったので買ってきました。この家に越してきた時にですね、ルームツアー何回かやったんですけど、ここにスーツケース置かずに片付けたらどうですかっていう意見があったんですけど、入らないこともないと思うんですけど、こっちの棚に。この家にいる間はね、おそらくここになっちゃうと思うんですよ。ちゃんとこのハンドルもですね、雨の日も使えるみたいなんですよ。ここちゃんと穴になってて、このハンドル出せるんですね。私はちょっとね、家に置くのに埃があったら嫌なので、買ったんですけど。いやこれね、もっと早く買えばよかったなっていうアイテムですね。帽子をかけてるんですけど、ここもビニールかぶせてるんですね。まあここに置かなくてもいいんじゃないかとも思うんですけど、ちょっと形が崩れるのでね、ここに今のところ置いてますね。これは普通のビニールですね。こちらはですね、ダイソーではないんですけど、スリーコインズで水上の手袋を買ってきました。100均のは何回か買って、でアメリカにいた時も帰国の時に買いだめして使ったりしてたんですけど、案外早く穴が開いちゃうんですよね。それでなんかもうちょっと高くてもいいからいいのないかなと思ってて、300円だからどうかなと思ったんですね。なんか見た感じゴムだけで内側に何もないんで薄そうなんですけど、厚手で破れにくいってことなんですよ。なのでちょっとね、これ使ってみたいと思います。それでですね、私このスリーコインズ、京都の地下街のスリーコインズ行ってたんですけど、そこで視聴者さんに声をかけられまして、びっくりしたのがですね、私マスクしてたんですけど、なんかすぐ気がつかれたみたいで、横浜のお友達に教えてもらって見てくださってるってことで、私が永観堂に行った動画を上げてたんですけど、永観堂でお仕事をされてるそうで、近場では何回かあったんですけど、京都市内で声かけられたの初めてだったんで、声かけてくださった方と動画をおすすめしてくださった横浜の方、どうもありがとうございます。ちょっと使ってみたいと思います。いや、もうちょっと楽しみなんですけど、うわ、なんかスルッスルですね、これ。ちょっと大きいかな？ちょっと大きくて、中がちょっとツルツルしすぎてて、ちょっと洗いづらそうな感じですけど、でもまあ確かになんかちょっと分厚そうな感じですね。私はもうちょっとね、スポンジ使ってないので、そのまま手で洗うか、コップとかはもう手で洗って、あとは、ブラシなんですよね。これで破れなかったらね、やっぱり100円のよりはいいかもしれないですね。タンブラーっていうのかな、このサーモス、なんか中の温度を保てるやつですね。以前このスタジオクリップのを買って2600円もしてすごい高いんですっていう話をしてたんですけど、だいたいこの保温のやつって、この保温保冷のやつって高いんですよね。ちょっとなんでかわかんないんですよ。蓋がなくなったんだか何なんだかわかんないんですけど、イオンでセールで500円で売ってました。クリアランス品でもうこれ1個しかなかったんですけど、なんか訳ありみたいですね。
で500円っていうのはもうすごい安い線だと思うんですよ。で私あのコーヒーとか飲むのに大体このハンドルがないと嫌なんですけど、夏にですねアイスコーヒーを結構飲むんですよね。氷を入れて、で氷がすぐ溶けてしまうので、氷入れるんでもうちょっと量入るのがいいなと思って、これ夏用に買いました。あの底とかが出っ張った感じのとかが多いんですけど、これ本当にフラットで中がいいなと思ってね買ってみました。クリスマスにですね息子に GU のトレーナーを買ったんですけど、首がこうスタンドっぽくなってるやつが、あの着てるモデルさんがかっこよすぎて参考にならないっていうお話をしたんですけど、あのそのスタンドの方がね案外良くて、あの普通のはちょっとここが寒そうなんですよね。それでこのスタンドになってるやつをねまた買いに行ってきました。色もですね薄いグレー、定番の薄いグレーよりこっちの方がなんか似合うような感じがしたんで、これ買ってきましたね。990円なんですけど、アプリを入れて790円ですね。結構安く買えました。前回行った工務店さんのセミナー、その工務店さんのところにお話しに行ってきました。本格的な雨で山を越えて向こう側まで徒歩で行かないといけなかったので、もう本当にテンションが下がってたんですけど、本当に楽しくお話しさせていただいて、素敵なオフィスで、いろんな情報を得ることができて行って本当に良かったと思います。結論的にはですね、やはり古い家を建て壊して土地から新しい家を建てるっていうのはいろんな経費がかかって予算的にちょっと無理っていうのが分かったんですね。新しい情報としてですね、中古の戸建ての2階部分を取って平屋にするっていう、2階だけを取るっていうこともできるっていうことを聞いたんですけど、それも結局は2階建てを普通にリフォームする方が安いっていうことで、まあ予算的には無理な案ってことで、まあいろいろお話しした結果ですね、そこそこ綺麗な中古の家を買って、まあすぐにリノベせずにとりあえず住むっていう方法が一番安そうというか、あれから何軒か内覧とかも行ったんですけど、だんだんとですね、まあ自分の予算内ではちょっと厳しいなっていうのが分かってきまして、諦めずに探していくつもりですが、ちょっとね、いろいろ考え少し変えないとダメだなっていうところに結論に至ってます。家のことについてはですね、動画の中で進行状況とかをお話しできたらなと思ってます。その工務店さんがですね、オフィスがすごく素敵で、外国みたいな本当に佇まいで、あの内装もですね外国みたいな感じになってて、木でできたテーブルとかですね、まあ、うちのテーブルにちょっと似てるなと思ったんですけど、カゴとか瓶とかなんかこう外国のアンティーク風のディスプレイとかすごいされてて、ハンドメイドのものとかも結構売ってて、トータルコーディネートでお家の中のコーディネートもするってことで、観葉植物とかちょっとした雑貨とかもね売ってたんですね。それで私ちょっとちょろちょろっと見て、その雑貨がですね案外安めだったので一つ買ってきました。他にもね欲しいのあったんですか。さて何でしょう。じゃーん、これ皆さん何だと思いますか。ワイヤーバスケットなんですが、昔はあのこういうのに鳥の卵を入れてたやつだと思うんですね。ちょっと入れてみますね。はい、こんな感じです。こんな感じでね、多分私これアメリカに住んでれば冷蔵庫が大きいので、このまま冷蔵庫に入れて卵入れにするかなとも思うんですけど、ちょっとうちはね冷蔵庫ちっちゃくって、ペーパーのバッグで卵入れも作ったところなので、このバスケットはですね、何かちょっと素敵な造花か何かインテリアになるものを入れて、ちょっとテーブルのところに置いたりとか、もし梁があるようなお家だったらね、上から下げたいなとも思うんですけど、いろいろちょっと使えそうなので買ってきました。古い風に加工してある、新品ですけど古いように加工したやつなんですね。これがね950円ぐらいでしたね。1000円しなかったです、税込みで。中に入れるものがまた決まったら皆さんにまたご紹介したいと思います。
ちらのカードもですねダイソーで買ったんですけど、今気がついたこのもう一つピンクっぽい色もあるみたいなんですけど、これ我が家のですね、こんなとこに針刺してあります。これ我が家の重要なカードとかいろんな情報ですね、ログインパスワードとか、まあ、わからないようには一応書いてあるんですけど、これをね整理してまして、もう年取るとね書いとかないともうわかんなくなっちゃうんですよね。こんな感じで全部このカードにして綺麗に書いときたいんですね。私に何かあった時に息子が困らないようにっていうのもあるんですけど、こういうの離婚するとですね、例えば航空会社のマイレージカードとか結構家族の分を一緒に保管してたりとかしたので、こういうのを作り変えるのがね結構手間がかかるんですよね。名前が変わったりですとか新しく何かに加わったりとか、今まで使ってたのが不要になったとか、かなりこう状況が変わるので、まだ整理が追いついてない状態なんですね。